1月19日、白岡八幡公園周辺にて、夏の交通事故防止運動の街頭指導を実施しました。当日は曇り空でしたが、気温が34度を超える中で、市長や区域警察署、交通安全団体など34名が参加し、白岡八幡公園やその周辺施設で街頭指導を行いました。 今後も交通事故を減らすために、区域警察署や交通安全団体等と連携し、交通安全啓発活動を行っていきます。